ローラ閉じてローラ
ほら僕の真似でそんなに震える。Thank you.
練習する暇なかったので、でもこれいつもの曲やんな。いつもこれ。いつも持っちゃってやるのかしら。ああ、そうそうそう。
美女バンドコンテストやったっけ、これもう優勝して、この曲やったっけ、録音したの。あ、もうね、素晴らしい。あの美女バンドコンテスト、すみません。もう最近やったないの、ごめんなさい。京都で、KBS ホールか。でね、やってはって、優勝したんですよ。何バンドかから応募で、あれして、で、そのうちの10バンドぐらいが、あそこに出れるのかな。あと KBS ホールですね。KBS ホールで。で、優勝してね。1回目はね、みゆきちゃんと、かまりちゃんと、私と、ありさちゃんと、チーママと5人で出て、うん、ブラスクイーンに負けて。あ、ブラスクイーンさん知ってますか？ブラスバンドの人、あんま知らんか。知ってる、知ってる。あ、知ってます。あの人らが優勝しはって、もう超ムカついたんですよ。何やあいつら。でも仲良くなってね、それからね。全員自分らやと思ってた。でもその次の年優勝して、ご褒美がプロに録音してもらえるっていう。モンター&ブラザーズやったっけ。モンター&ブラザーズのドラムの人が、こう PA とかこうしはって、よく録音してもらったんですよ。それ聞いたけど、めっちゃいい音してて、良かったですね。歌もかっこよくて、良かったんやけどね。また機会があれば、聞いて、あれまだ残ってるね、YouTube。残ってる。うん、またどっかで僕紹介しますので、聞いてください。若いです、やっぱり4年ぐらい前。その前の年はボックスホールやった。あ、ボックスホールやってたんですね。あの時はこの審査員のね、主役員のやってました。もうやっぱり人さんの、誰を見て、本当のところが探せばいいけどね、かっこいい思って。俺も出ようかな、美女じゃないので、はい、出ましたけど。という曲をね、はい、いつもの曲を。はい、はい、こういうです。Thank you.
春時代を思いましたね。あの、テレビっ子やったら多分知ってはる曲でもない。ゆうこりん俺あんま知らんかった。全然知らない。俺めっちゃ知ってはんねんから。全然知らない。行きましょうか。ラストでございます。はい。どうも。もう知ってる。ああ、ラグビーの、ドラムがあって、その次サッカーのドラムがありましてですね。このサッカーのドラムの方ですね。これサッカーの。これはじゃあ逆か。いや多分サッカーが最初や。で次ラグビーか。絶対よし。あ、多分ちょっとごめんなさい忘れました。はい。楽しんでもうやってみましょうか。多分聞いたら分かるんですよ。はい。ではラストで行かせていただきますよ。皆さん本当にありがとうございました。Yeah!